今日もですね、お料理に一つプラスして、彩りや栄養、そして腹持ちいいな、食べたなっていう、手料理っていいなって思ってもらえるお料理をもう簡単レシピとしてご紹介したいと思います。こんばんは、江戸はるみです。さあ今日はですね、こちらサラダチキンですね。今いろんな味が出ていて、まあこれはハーブ味とかスモークとか、そしてもちろんね、そういう味はもうついてない方がいいわという方はプレーンをね、買っていただいてですね、これを今日は利用していきます。さあ今日はですね、こちらです。ドゥドゥン、わかめスープですね。これちょっと大きいですけれども、もうちょっと小さいね、この半分のサイズで売ってますよね。もう簡単にお湯を注ぐだけで、まあわかめスープ、まあこれお弁当を食べるときとか、あとご飯のときとか、このスープがあるだけでね、全然違いますよね。ということでですね、じゃあこちらの、チキンと合わせていくとどうなるか、じゃあ見ていただきます。お願いします。まず今日はこちらのスモークを使います。ね、味がついてて嫌だなということはプレーンを使ってください。さあそれではですね、もうこれもね、ほんと大ヒット商品ですよね。もう本当によくぞ気づいてくれたっていうね、これを最初に販売した方。さあね、これチキン、もう簡単です。で今日はですね、ちょっと2種類の切り方をご紹介します。まずですね、まあこう切ってですね、これを一つガクバグ食べる方はあんまりいないと思うんで、で、まず一つはですね、まあこういうふうに薄くね、まあこういうふうに切ります。で、こちらはですね、あえてこう、ちょっと大きめにね、こう切っときたいと思うんですね。で、こちらどちらの切り方でもいいんですけれども、まあこういうふうに、まあ全部この切り方にするか、あるいは全部この切り方にするかでもいいんですけども、こういうふうに切り方を変えておくとですね、用途に応じて使い分けができるというか、もう口の中の感じも違いますしね。で、まずですね、今日はこちらのわかめスープはこちらを使っていきたいと思います。じゃあ、このままでもいいんですけれども、ちょっとレンジで温めましょう。で、これ一人分だとちょっと多いと思いますので、今日はですね、こちら、じゃあ、3切れだけね、じゃあちょっと、レンジでチンしたいと思います。もうこれも、もうさあ、もうあっという間にね、こちら温まりました。もうこういったカップね、カップに、じゃあお湯はあらかじめもう沸騰させておきます。で、まあこの風にね、もうこれも便利ですよね。で、ここにですね、先ほどのこちらを、もう、やっぱりね、わかめスープだけでもいいんですけれども、こういったちょっとお肉が入ることで、ね、腹持ちが良くなりますし、タンパク質ね、取れますのでね。じゃあ、これでもう、あとは、で、こういうふうにね。じゃあ、あっという間に、簡単すぎます。できました。見てください。ほら、お肉がね、こう入って、これでもう一つのおかずみたいです。じゃあ、ちょっといただきます。まあ、本来でしたら、ちゃんとテーブルについて座って食べるべきなんでしょうけど、ちょっとね、今日はこちらでいただきます。ああ、おいしい。先ほどの切り方の半分でもいいかもしれないですね、女性の方は。うん、でも美味しい。で、これにまあね、本来だったらおにぎりですとか、まあ、お弁当ですとか、何か別のね、おかずで、そしてこれでスープを飲むっていう形になると思うんですけども、まあ、もちろんスープだけでもいいんですけども、こういうふうにね、チキンを足すことによってタンパク質、あるいは腹持ち、そしてなんかこうちょっと手作りをね、食べたぞっていう満足感にもつながると思いますので、ぜひ参考にしてやってみてください。今日はこんな感じでした。今日はわかめスープにサラダチキンを入れて一
1つちょい足しをしたお料理をご紹介しました。よろしければチャンネル登録、そしてグーボタンもお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。